大きな歓声が起こりました。前田のテーマがこのレフトスタンドから流れ始めています。幾度となくその勝負強いバッティングを見てきました。ただ前田本人はほとんど表情を変えることなく関東の東京のカープファンの皆さんに感謝の気持ちを伝えたことでしょう。4月の左手首のデッドボールから戦列を離れ、両足のアキレス腱を断裂して、それを克服した男も、現役続行を、その意思を諦め、今シーズン限りでインフォームを脱ぎます。今、まあ、試合に出ることはなかったんですけども、まあ、こうやってね、関東のファンの人にも挨拶できる機会をね、作ってもらってよかったですよね。はい、まあ、関東のファンの人